こういうの初めてだから緊張するな。そのなんか不思議だよね。去年のこの日は君のことなんて知らなかったわけだし、でも今年はこうして二人で幸せだなとか。いやちょっと恥ずかしいんだからツッコミ入れてよね。ケーキ美味しそうだね。君ってセンスいいじゃん。これ私から。絶対似合うと思うよ。それは買ったやつだけど、来年は手編みに挑戦しようかな。来年も一緒にお祝いしたいな。うん。あ、もうこんな時間。あのね、私今日さ、ユキコのところに行くって言ってきたんだ。あっ、ユキコのとこなら親は心配しないし、前はしょっちゅう会ったし、そのつまりね、そういうことな。何さっきからニヤニヤして。もうバカ。